渋谷のポケモンセンター行ってきたんですけど、おー、はい、お二人にそういえばプレゼント買ってきたの今思い出したんですけど、今渡していいですか。いいよ。はい、ゴージャスさん。どうした。ゴージャスさんめっちゃ見てます。おーおーカビゴン、これで、もらいました、もらいました。ポケモンの笛。どうしたらいいんだ。じゃあ先にイーブイをあれですね、電気にさせるか。そうなんですね。サンダースにするか、まあ、シャワーズするかブースターにするか。そうですよね。確かにな、炎と電気がいないんだよな。でこの情報ゴージャスは持っていないので。そうなんですよね。これ今直輔さんのアドバンテージなんですよね。だからイーブイを預けちゃって良きところで買えるか。やっぱ葉っぱ買って急所当たりやすいんでいいですね。でも効果は今一つ、効果は今一つ。あ、出た混乱。でもレベルを上げるごとにその技を覚えるから、うん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 、変えて渡した方がいいのかな。攻撃結構悩みどころですね。うーん、まあ、変な技覚えたくないやつとか、なんかあんまり変にレベル上げたくないやつとか預けない方が良かったりしますもんね。みたいですね、初代は。多分ゴージャさんはそれを察して預けてないやと思います。そうなんですか。何預け屋さんを使わない理由として変にレベル上げたくないと、自分のその管轄外というのか管理できないところでレベル上げたくないから。上げたい上げたい上げたい。どこにあんのそういうことだよね。根本的な。上げたい上げたい上げたいですね。最高じゃん、そんな勝手に上がって勝手に上がってくれるんですけど、勝手に上がる最高じゃん。めちゃくちゃいいダメージ入りますね。ゲットするわ。お、惜しみなくボールを使っていく。金で買えるからね。おーじゃん、おーすごい、一発でゲットだぜ。元気にさせます。何のことっていう顔で、元気にさせる。元気にさせます。元気にさせます。元気にさせます。すごい、もう元気に。元気ですね。うん、まあ、そうですね。元気にした方がいいですもんね。うん、やっぱり元気があれば何もできる。心なしかしゃくれてるように見えましたね。元気ですか。元気です。元気です。四回か。ん、立ち去れ、ここから立ち去れ。あれ幽霊だ。幽霊、あれ見破った。でで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 、ガラガラ、お出てきました。パウアカラカラ、たまたまガラガラ不思議あれまだいないですよね、この時は。あー、いないですね。いないですね。初期は、まあ、この情報はもう全くゴージャスさん知らなさそうなんで。そうですね、ちょっとなんかかわいそうになってきちゃった。ゴージャスさん、何タイプのポケモン欲しいですか今。水か。水強いのできますよ、水で。何チョップいってるね。そこでいい、それだけで十分。おお、なるほど。一発ガラガラ、おーさらば。強い、不思議花。お、念力。お、念力。金縛りは麻痺。金縛り、技を1個その使えなくしますね、一定期間。次いらん、金縛りやな。そやな、ポカン、そやな。念力。お、スリープ念力を覚えました。直輔さんは悩んでおります。使います。お、お、無事手に登って消えてきました。なるほど、話しい話だ。お、かわいい、かわいい、かわいい。お、さっき言ってた、お、ロケット団いっぱいいます。団員が。かわいい。かわいい。イーブイ。変えてよかった。かわいい。かわいい、サンダース。サンダースかわいい。預けます。イーブイ。速攻で。速攻で。あ、こいつに預けるのね。あ、金かかるのね。そうなんですよ。お金かかるんですよ。育て屋さん。うんうんうん。ちょっとこいつ。さあ、ゴージャさん覚えました。育て屋さん。いや、起こしに行きますわ。なるほど、起こしに行きます。そうですね、笛もらったんで。きびだんごじゃないきびだんごきびだんごじゃないですか。あー、あれをね、カビもね、はい、めちゃ見てるめちゃ見てるやないですか。あれ、ここじゃないの。あれ
ゴージャスさんも進めないとやばいですよ。今完全に直輔さんの方がリードしてるんで。スイスイと強いな。行ってきました。わ強いぜ。カリゴン帰るのか。これ起こしてごめんなさい。はい、ゴールバット戦う。あもしかして、え、まさか。お、吹いた。いっ、目を覚ました。寝ぼけて襲ってきた。来た。かわいいかわいいな。カビゴンのぬいぐるみあるぐらい好きなんですよ、カビゴン。かわいい。そう、ぬいぐるみが家ないっしょありますよ。前配信で見たけど何もなかったじゃん映しちゃダメかなと思って。なるほど。いろんなあれがあって映しちゃダメかなと思って殺風景がカビゴン好きって言っとけばなんか可愛いって思われるような感じなんじゃないのひどいひどいですこの人なんてこと言うんですか。ちなみにゴージャスさんは一番何のポケモンが好きなんですか。今のところ、今のところでいいです。ピッチュー。あ、ピッチュー。まだ出てこないですねこれに、初代にあーそっか。でも可愛いですねピッチュー。確かに。直輔さんは一番はジラーチですね。あーなるほど。ジラーチの映画がめちゃくちゃ好きなんですよ。ジラースジラースじゃないです。ジラース、ウルトラマンの。いや違います全然初代にはじゃあ全然思い入れなさそうですねお二方とも両方とも初代にいないポケモンっていう。確かに。なるほど。投げてみます。ナオスケさんがカビゴンゲットできるのか。ナイス。おー強い。ゲットできそうです。立ってみよう。お、なるほど。オッケー。さあゴージャスさんは順調に。お、何か覚えそう。切り裂く。切り裂く、なるほど。一角でしょ。一角を忘れて。オッケー、カビゴン捕まえました。お、カビゴンゲットしました。ナオスケさん嬉しい。あ、ゴンベも好きですね。でもあーなるほど、かわいい。初代出ないですけどゴージャスさんがピチュー好きなの初めて知りましたね。うん、この情報は初出しじゃないですか。そうね、ウィキペディアに書かれるかもしれない、ね、そうですね。全然このお二方の書かれる可能性ありますよ。いや、最近更新されてないからそうなんですかゴージャスさんでもやっぱポポで圧勝ですね、うん、これもうポポが、うん、全然怖いものなしぐらいの。これでもしかしたらゴージャスさんの好きなポケモンがポポに変わるかもしれないですね。変わんない。変わんないですか鳥でしょ。鳥です、うん、いつも肩に乗せてるじゃないですか。おお、すごいズリちゃんをもらったそうだな、ゴージャスさん鳥屋好きのイメージですよ。確かにうん、イメージがねやっぱついてますからね。エリザベスでしたっけ。アンジェリーナ間違えた。全然覚えない間違えた。さあロケット団は倒しきりました。ゴージャスさん、ミノラって結局何なんだ。助けに、あ、フジじいさんだこれ。フジじいさん、そうです、あのフジじいさんです、うん。ポケモンの笛をもらった。お、あ、おお、やったー！ゲットしました。ゴージャスさんも。じゃあ、いいですよ。そしたら次は、うんうんうん。やっぱヤギリの。カビゴン行こうか。カビゴン行きますか。どこにいるんだ？いや、上だな。上の左だ。上の左。誰も何も言ってないですよ。何も言ってないです。いや、通る、通るとしか考えようがない。上に行くとしたらまあこの岩山トンネルを通るしかないですけど。上に。でも真っ暗で。そうだ、フラッシュ。これは直輔さん言っちゃっていいですか。上か下かだけは。上か下かだけはいいですよ。いいですか。上じゃないです。わー戻ってた、うん、ファンタスティックベイベースピードスター。おー、スピードスター、命中率がすごく高い。さあさあさあ、俺はリードしてる気がするなこれは私行ってよかったですね、いろんなところに。そうですね、先に結構回ってたんがでかかったかもしれないですね、うん。さあゴージャスさんはもう受けと戦ってる感ありますけど大丈夫ですか疲れて休憩入れましょうか。大丈夫ですか。休憩入れましょうか。休憩だ。攻略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 を攻略を見たらダメですよ。ダメですよ攻略見たらダメですよ。カビゴンどこにいんの1000円くれたら教えてあげてもいいですよ。1000
手にあるよ。お金の力で。1000円ぐらい払う。カビゴンどこよ。サファリゾーン。14番、双子島。13番道路。13番道路。今の通訳でバレましたね、今。13番道路。13番道路、ありがとうございます。今12番道路、あ、13。ガッツポーズ出ましたね、今。あったーっつって。さあ、ゴージャスさんはサクサクと進んでいきます。いた、お、発見。見つかったか。ついに発見しました。見つかったか。カビゴン何ポケモンだと思います？デガポケモンだ。まあ確かにデカですね。見た目なんですよ。デカ。あっぱかった。うわ、効く。ういはい、もうもらえます、もらえます。もらえます。お、マウスケさんは勝負に勝ちました。スーパーボール。ここトレーナー多いですね。多いですね。戦っていきます。あー、ゴージャさん、トレー、おー、危ない。さあ、ポポ。お、ポポ。ポポ。ピジョットになったポポ。ポポ。ややこしい。名前はポポなんですけど、見た目はピジョットなんですよね。ポポ。ポポ。永遠にポポですからね。おー、はい、すごい。すごい、結構残ってんのにゲットしました。オッケー。居眠りポケモンって書いてありましたね。気づかれんのかい。電気グループだ。私がシャングリラ、レレ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 レシャングリラ、レやっぱ世代なんですか。そりゃそうだね。夢でキス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 どこへもどこまでもどうしたなんか、うん、夜更けのバーみたいですね。夜更けのバー夜更けのバー夜更けのバーみたいですね。何歌ってもいいみたいな。何それ自由度高めの自由度高めのバーここだ。お、はい、あ、間違えた。うわ、荷物がいっぱい。やばい、直輔病。ナオスケ病じゃないですよ、別に。ナオスケ病やったんですか、これ。荷物がいっぱいという。まあ確かにな、整理するのは整理かな。構えたち覚えさすんですか。うん。なるほど。吹き飛ばしなんかいらないでしょ、これ別に。まあ一回も活躍はしてないですね。うん。大丈夫。もう全然、もうゴジャさんにお任せします。止める分には止めていいよ。いや、まあ全然。全然、どちらでもぐらいの感じですね。1、2のポカン。よし、OK。止めていいよって言われたのちょっと初めてでしたけど、そういう会社をつかないことなんで全然もうガチでやばかったら止めますんで。 OK、はい、すごい釣りざお、これは水ポケモン。そうですね、釣れそうですね。すごいのがいただきましたよ、これは。ちょっと冷凍ミームなくなっちゃったからな。さあ、釣りをしています。釣れなかったですね。なんだそれ。なんだそれ。残念ながら釣れなかったですね。そういう時もあるってこと。そうですね、そういう時もあるって感じですね。一回帰ります。あ、一回帰るんですね。一回帰っちゃいます。あー、邪魔だ。来た、邪魔だ。引いてる、引いてる。来ました、釣り。しゃあ、水ポケモン。邪魔して通れないんだけど。コイキングだ。コイキング知ってました。コイキング、コイキング知ってる。おお、あの写真撮るやつでいっぱい撮ったね。ポケモンスナップですね。めっちゃ跳ねてましたね。わー、でもいい感じに削れてますよ。こいつ、でもこいつ強いかい。コロコロ、さあゲットできるか。コロコロ、おお、水ポケモンはゲットしたところで。ゲットしましたね。魚ポケモン、シンプル、力もスピードもほとんどダメ。これ竜みたいになるの、これ。さあどうでしょう。なんでなりそうな雰囲気ありました。いや、分からんけど。伸びしろ感じました。いや、分からんけど。さあ、直輔さん暴走族に勝ちました。はい、ちょっとこう避けていこう。避けていく、うんうんうん、バレるな絶対。バレるか絶対。さあ、ポポ、ここまで行けば OK。
誰が。お。避けていきます。ちょっと体力と PP がないんで避けていきます。あ、すごい。完璧に避けていきますね。避けていきます。避けられるから。すごい、完全に避けました。避けられるから避けていきます。おお。どうだ。お、どうだ。お。色変わりましたね。おお。次の街来たー。来ました。赤竹シティ。赤竹はピンク、華やかな色。だからピンクなんだ。お、ジム発見しました。ジム。ちょっと見てみよう。赤竹シティポケモンジム、ビギター、今日。やばいやばい、さっきやっぱ戻ります。なるほど、トレーナーと戦います。おお、ちょっと一回回復させて、ちょっと経験値を稼ぎたいと。はい、なるほど。イヤギリ、うん、持ってきます。ゴージャさん、イヤギリのポケモンいます？あ、いないな。え絶対そんなわけないじゃないですかスマートに嘘つきましたね。絶対的に普通にいないなないな、うん、言いながらイヤギリ探してましたからね。めちゃめちゃ嘘。めちゃめちゃ。すごいな、ライアーゲーム始まってるな。騙し合いする。ヒロインなおちゃんだし、ライアーゲーム。確かに。知らんな。めっちゃ好きなんですよ、ライアーゲーム。このゲームには必勝法がある。お。え？え？秋山さんいましたね。見てなかったのか。全然見てなさすぎて。あー、ハイパーボールだ。お、ハイパーボール売ってました。ここぐらい買っとこうかな。ハパボ、ハパボ、ハパボ。あー、いいですね、取り扱い。取り扱い、ゴージャスさんの肩に乗してる感じとちょっと雰囲気似てましたね、今。まあ、あれかな、リスペクトだな。あー、リスペクトしてんすかね。ここにラプラスいる。あ、ラプラスいました？ラプラスって書いてあります。お、何、ほら、あ、かっこいい。あれ、これ欲しい。御三家じゃないのこれ。御三家ではないですね。違うんだ。御三家ではないですけど、でも欲しい。ラプラスどうすんの、何、捨てあんの、捨ててあんの、置いてあるんです。ちょ、こういうキングいらないじゃん。でも捕まえられなさそうですね。まあちょっとそうですね、うん、ゲージに囲まれてる感じで、なんか動物園みたいになってる、うんうんうん、あー、あったね、そんなのがあった。お、なんとなくうっすらと記憶が、うっすらある。なるほど、あったあった。いや、ちょっと一回ここは楽しみに撮っておこう。うん、展望台、僕覚えてますよ、ほら、大木戸博士の助手です。あら、お、ここまで来てんの。50種類集まっているようなら、学習はっ。めっちゃ見てます。ダメダメ、これはすごいいい情報。いい情報ですね、これ。学習装置、はい、学習装置を全然じゃん。全然すごい。全然ですね、50はまだまだですね。早く言ってよ。うわ、いっぱいいますね。トレーナーだらけ。うわいっぱいいますよ。やるしかない。お知らない世界だから、でも面白いな、やったことないから。あ、はい、確かに。初代は、初代と金銀とかもやってないですか。やってないですね、多分。めちゃくちゃ楽しめると思います。あ、うんうん、これからパワーアップしてるわけですもんね。そうですね。ただでもちょっとこの、なんていうの、あんまりこう荷物も入らない感じとか、ちょっとした不自由がなんかいいですよね、はいはいはい、縛りみたいな感じで。そうですね、もうほんまに昔ながらの。うん、今はもう、今はそうですよね。うん、もっとアイテムあっても大丈夫ぐらいだし、みんな経験値上がるし。結構やっぱ進化してるんですよね。ソードシールドとかめっちゃ簡単にクリアできましたもん。そうですね、ソードシールドとか、はい、まあ、ポケモンとのエンカウントとかもね、うん、分かりやすかったんで、はい、そっからなんですよね。うん、ゴージャスさんはまだドリンクを渡してすらいないので、もしかしたらここでいけないとこが出てくる可能性があるんですよね。そっか、実は。そっかそっか。そうなんですよ。さあ、そろそろ戻ってきそうな。
実は週末に渋谷のポケモンセンター行ってきたんですけど、おー、はい、お二人にそういえばプレゼント買ってきたの今思い出したんですけど、え、今渡していいですか。いいよ、はい、嬉しい、ありがとうございます。来ました、ピカチュウの袋で。お二方の好きなポケモン、思い出のあるポケモンをちょっとプレゼントとして買ってきましたんで。ミュウツー、思い出ありました。ありますよ。ゴージャさん、どうした。じゃじゃーん、お、ポポ、ポポです。ポポじゃないですか。ゴージャさんの大好きな不思議、不思議バネじゃないんだポポだから、ポポ感情がないんだってでもこれでゴージャさんにちょっと愛情を持ってもらって、愛情を持って、確かに、かわいい、嬉しい、お愛情ない愛情ないですね、愛情ない顔姿。本当は最初不思議谷にしようと思ったんですけど、うん、グリーン抜けちゃうなと思って、うん、でその次キャタピーもしようと思ったんですけど、キャタピーも抜けちゃうなと思ったんで、そっかそっか、まあ、キャタピーに関しては虫だと思ってかわいい、ありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。これどこだよ、これ、そこそこ、ん、杭を挟んで左側、ん、あ、本当は逆から読むってこと。水の上を歩く術あるの。お、お、なんか気づきましたか。水の上を歩く術、うん、やべ、あー、みーちゃんもレベル39。おお、ゴージャさん、うん、甘いもん食べたいですね。うん、たぶん、いいいらない、いらない、なんか対決して負けた方が、うん、下のコンビニで買いに行くってどうですか。リスクが高えぞ、俺覚えてリスクが高えぞ、俺はさ、リスクが高えぞ、ここにいるってバレちゃうんだぞ、女そっかそっかそうだそうだそっか、じゃあやめときましょうじゃあお金払うわ。あー、なるほど、うん、じゃあ負けた方が、うん、おごりってことにしましょう。いいいよ、うん、何にします、対決。にらめっこ、にらめっこにらめっこって笑う人います。うん、やってみよう、一回やってみよう、一回、なるほど。だ こっちのモニターにらめっこ、ね、あ、モニターにらめっこで、うん、はい、うん、だるまさん、だるまさんにらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップップ。勝ったー、勝ちましたね。いいの、そんな使えるかな、これ大丈夫ですかね。めちゃめちゃ大丈夫、全然いいですよ、2分だから。いい、俺はその顔を笑ったり顔を映して、その遠くのみんなの気持ちを考えたのいやでも勝ちは勝ちですよね、勝ちは勝ちですね、勝ちは勝ちですよね、大丈夫ですか。やったー、レプロさん NG 来るんじゃないですか全然大丈夫、最悪もモザイクになっちゃう全然大丈夫ですよ、やったー、やったー、お今のな、失うものがないやつだって。嘘、いやもう普通にもうポポも倒れました、スイーツ食べたかったんで、やっぱりすごくないですか、この効果音とか生み出す人って。いやマジ本当に神マジ神、マジ神っすよね。ゴージャスさんの小さい時のゲームって何ですか。いや、スーパーマリオよ。あー、もう初代のやつですか。もう最初のやつ。初代って何ですか、何するんですか。初代だ、普通にマリオが普通に、マリオ普通に、ああもう横スクロールの、そうそうそう、ああなるほど、あ、ありがとうございます。おいー、わー、おい、ゴージャスさん、ごちそうさまです。領収書切りましたモンブラン、じゃあ、あ、そう、山田も買ってよかったのに。あ、いえいえ、山田も使いっぱしりみたいな。確かにありがとうございます。いえいえ、さあ、どこまで進んだんでしょうか。これは最高、人のお金で食べるモンブランが一番うまい、一番うまいんだから、一番うまいんだから。敵だな。いただきます。早いな。
うーん、うーん、おいしい。コンビニだ。コンビニの、いやもうコンビニを超越してます。コンビニだ、コンビニスイーツ。うーん、うーん、こいつら邪魔だな、こいつら。うーん、さあゴージャス様、直輔様食べてる間にサクサクと進んでおります。よっしゃ、やるぞ。さあゴージャスさんはそこの気を切って進もうという感じですね。どこに行くんだこれ。うんうんうん、西関口、関口じゃない、関地区、関地区、関口。さあ、あ、危ないか。おお、おい、じゃあ、お、どこですか、君、ここ、これ、このこですか。おし、大木戸の助手が来てたよ。上にいる、あ、上にいるんだ、そうだ、そうだ、そうですね、直輔さんが喋っていた。集まった、集まった。はい、おいです。はい、来た。22種類だって。22種類でした。おお、ゴージャスさんの方が捕まえてる。そうですね。さっき19でしたもんね。はい。まあ学習装置は、まあ、ストーリー的にはそんなに関係はないですけど、欲しければぐらいですね。欲しい。お、到着しました。再起光線覚えんの？お、再起光線。どうしよう、吹き飛ばしかな。うんうんうん、再起光線強いな。回復させてくれ、回復させてくれ。他の街ね、ちょっとややこしいですよね。うん、うん、サファリゲーム初めて。はい、お、サファリゲームに分かれてます。うん、捕まえてください。うん、いや待って、捕まえてください。サファリゾーン、取り放題、取り放題。え、やるっしょ。さあゴージャスさんのダクトリオがすごい活躍します。イエス、かも、これゲットしてよかったですね。本当だよ、めちゃくちゃ強いですよ。直すかも、よかったな。何ですか、ダクトリオ持ってて。持ってないです。ズコーン。ズズズズコーン。持ってなかった。持ってないですよ。持ってないんですよ。何やってんだよ。直輔ちゃんはさ、お洋服とかさ、どこで買ってるの？誰ですか？あ、マリンカさん。なんで今マリンカさんの真似したんですか？急ですね今。私といる楽屋のマリンカさん。本当にすごい、なんかマリンカちゃんが年下の子と接するのって、なんか俺なんかね、斬新なわけよ。うーん、昔から聞いてる、見てる。君に立ててたんですか？何にも。直輔ちゃんはさ。いいじゃないですか。うーん、お姉さんな感じで、これみんなにも聞かせてあげたい。あの、でも本当にマリンカさんと話してると、うん、心が清らかな気持ちになる。清らかな、面白い本当に。確かにそうですね、ゴージャスさんからすると、うん、なんか年齢差的にもなんかマリンカさんってね、やっぱもっと若い時から接してるじゃないですか、うん、もうね、そうね、だからね、うん、なんかちょっと違和感ありますよね。一番下みたいな感じだったのに。ファンの方は多分羨ましがってますよ。そうでしょ、うん、それを今真似してあげたら怒られますよ、ファンの方から。マリンカさんそんなんじゃねーって。そんなんじゃねーじゃねーよ。やっとやってあげてんだこっちはよ。全然似てねーぞーって。みんなー、ご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここ、メンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さレボリューション。バイバーイ。